こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。先日岐阜県で4モール時がオープンし、来店する車は1万5000台にも及びました。駐車場に入ろうとする車列は国道19号にまで伸びて、一時大渋滞が起きるほど。今まで休日は牛と戯れることぐらいしか娯楽がなかった岐阜県民よ、イオンモールができてよかったな。と田舎県が発展して私も嬉しい。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。加賀志法、国際捕鯨委員会、ナロー小説みたいになる。ナロー設定リスペクトでしょうか。国際捕鯨委員会とは、国際捕鯨取締条約に基づき、クジラ資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ることを目的として設立された国際機関です。日本も1951年に加入。しかし82年の総会で委員会は、商業捕鯨の一時停止を決定。日本もアメリカの圧力に押され、88年に商業捕鯨を中断します。だから最近の子はクジラの味を知らないんだよね。昔は給食で竜田揚げで出たよね。あれが硬くって獣臭くってさ。いや、そんなあるある風に話を振らないでください。昭和30年代頃にはまだ生まれてなかったんで。半ば、国際クジラ大好き部と化していた国際捕鯨委員会に対し、2018年に日本は、クジラの保護、持続利用の両立を図る委員会改革案を提案。しかし反捕鯨国は、商業捕鯨につながるいかなる提案も認めないとして、賛成27、反対41、棄権にて否決。これがトリガーとなり、日本は国際捕鯨委員会から脱退します。なるほど、日本は、真っ向から捕鯨ってことか、クジラだけに。ああ、はいはい。しかし先日、日本脱退後に初めて対面方式で行われた総会では、委員会の財政状況の悪化問題が浮き彫りに。委員会の資料によれば、2023年から24年の予算は約1億の支出超過に陥り、対策を取らなければ、数年以内に破綻する恐れがあると訴えました。国際捕鯨委員会はより子にいくらスパチャしてんの？小池都知事世界の人気アイドル説やめろ。水産庁の担当者曰く、もともと支出ありきの赤字体質だったようで。近年はコロナ禍による財政難を理由に、分担金を払わない国が増えたり、最大の拠出国だった日本が脱退したためなどの理由が挙げられるようです。有識者曰く、分担金未納国が増えたのは、日本が脱退し、関心が低くなっているからでは、と見ている模様。この展開がまるで、追放ナロー系小説の末路だと、ネット上で話題に。俺たちに反対するならもうお前いらないと言われた俺は、可愛い都知事と遣唐使と出会い最強国家を作る。一方元パーティーは破産寸前になっていた。助けてくれと言われてももう遅い。遣唐使の方は読者からの人気が 27% くらいに減ってそう。ネット民の反応は、調査捕鯨や一定エビデンスも出したのにイチャモンつけていじめるから嫌で残党でもない。事実はナローよりきなり。もともとは捕鯨ギルドだったのに、いつの間にか反捕鯨利権団体になったからしょうがない。声の大きいやつに従うと大体ろくなことにならない恒例。国際捕鯨委員会辞めます。捕鯨をすると言ったら批判されたので最大限貢献してきた俺。日本はのんびり捕鯨ライフ。今更財産難で戻ってきてと言われてももう遅い。等の意見がありました。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね。定期。あんな集団、破産になって当然だよね。ゆかりさんなら当然知ってるよね。あいつらの正体を。ああ、そういえば反捕鯨勢力は欧米が多いから、アジア人差別が本当の目的っていう陰謀論もあるみたいですね。から分裂した組織33人協議会が深く関わっているんだよ。この協議会は歴代大統領やアメリカの大富豪を中心とした組織で、アジアを地中に収めると現在ドローン型の鳩を日本中に飛ばしてアジアの民族を監視しているんだ。はいはい、話は後で聞いてあげるからとりあえず動画閉めてね。それでは最後に謎かけを。クジラとかけまして、威厄と解きます。その心は？どちらも、保護が物議になります。ご視聴ありがとうございました。